お前さ、お前。弱ってるんだったら連絡しろって、お前。マブダチじゃん。あ、これもらっていい？おう、おう。ああ。マジで、お前いないと会社やる気出ない。なんで？だってもうマジ。他のやつ全然噛み合わないんだもん。だから、早く直せって。お前さ、水臭いってお前。マブじゃん。マブってさ、今時そんなこと言うやついないよ。なんで？マブはマブじゃん。あったのって。薬は？ああ、飲んだの結構前かも。お前ダメだって、飲め飲め薬。あ、ちょっと待って、わかったわかった。あ、水、ちょっと待って。おい！まさしくん！うん？何これ？お前！おい！歯ブラシ2本ってお前！あ、それ！ちょ、おい！お前さ、まずいにさ、彼女できたこと言わないって何それ？お前！おかしいと思ったマジで！あ、で、二人で住んでると！ドーン！お前さ、仕事終わっていつもまっすぐ帰ってたもんね。え？え？いや、は？お前さ、スーパー寄るじゃん。で、一人分じゃないの。食料買うの。あ、じゃ、ピンときた。マジで。まさか、つけてた。もう。お前さ、マジで。お前、マブのくせにさ、秘密多すぎ。いや、俺たちさ、もういいおっさんじゃん。マブたちとか、そういうんじゃないんじゃん。え、なんでなんでなんで。え、お前、入社の時仲良くしてくれたじゃん。いや、それは、同期だからっていうか。え、それマブじゃん。え、マブだろ。怖いよ。お前もう、お前だからお前寝てろってお前。うわ、お前あんな雨の中さ、傘もささず走るから。え？お前さ。土砂降りの中さ、号泣する彼女追いかけて、後ろから抱きしめてさ、おい！青春かよ、お前！いやー、見せつけられちゃった。なんだ見てたのかよ。おぉ。おぉ、びっくりした。何今の。あいつも薬切れる頃だったわ。え？お前、全部知っててきたのか？あ？あいつ、一人にさせとくといろいろ心配でさ。だから、一緒に住むことにしたんだ。なのに、
よりによってあんな大雨の日に出て行くなんてよえ、お前、何してんの？全部知ってんだ。え、いや、え、知らねえし。え、お前、いや、俺、お前と女が走ってたのしか見てねえし。え？俺ら。